はやです。あやはやチャンネルです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は学校であなたたちある役を2週間か3週間に1回やりますよね。給食当番。あ、よくわかりましたね。給食当番するとどこのご家庭でもそうだと思うんですけど、学校からエプロンを持って帰ります。あやはやたちはもう帰ってきた時にママが袋を持ち構えてて、はい、給食とかの袋入れて洗うでとか言ってやってます。なので洗濯に出し忘れてたってことがないんですけど、たまにツイッターで見ると日曜日の夜に娘息子さんのカバンを開けたら中からエプロンが出てきたっていうツイート結構見かけるんです。あれね、ママたちからの立場からするともう大慌てです。洗ってしかもアイロンかけないといけないんです。ママは思いました。ママたちの苦労も知ってほしいということで、今回アイロンかけない。お、よくわかったやん。ほら、はい、あ、シワある。給食のエプロンになります。これね、今洗いたてです。でしかもなんとこれ明日学校に持ってかないといけないんです。なのでちょうどあやはやたち一着ずつ持って帰ってきてるので、今日アイロンを自分たちでかけてもらおうと思います。でその前にエプロン、アイロンかけたことある人？はい、ない。アイロンはあるよ。学校であるね。学校である？家庭か？うん。じゃあちょっと期待します、技術に。はやは？ないけど、ちょっとだけ見たことがある。ママがやってるの見たことあるんだよね。だからやり方はちょっとだけ慣れた。はい、それを見ていきたいと思います。多分ね、ママもね、エプロンかけるのね、すっごいね、苦手なんですよ、アイロン。ハンカチとかはいいんですけど。ほとんどアイロンに触れたことがない子供たちがちゃんとかけられるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。せーの、レッツトライ。アイロンをするにあたって注意しなければならないことがいくつかあります。一つ目は触らない。どこ？ここ。なんで？暑いから。そう、ちゃんとそこまで言ってください。はい、やけどする恐れがあるので気をつけてください。あと温度が高すぎると服が焼ける。はい、焦げたり溶けたりするので設定温度間違えないように。あとは心を込めてやってください。ではお願いします。アイロンべちゃって置いといて大丈夫ですか？危ね。さあ、オーブです。あなたはどっかからアイロンかけますか？アイはね、どこからかけるの？さあ、これを見ている世間のお母様方、見てください。不安になりませんか？すごく不安になりませんか？アイロンかけてるはずなのにシワが寄ってます。どう？裏側。え？裏側も、なに？怖い怖い、嘘、慣れているの、そこに。もういいよ、俺。でも私のかけたり、ハヤのかけたのはもっとひどいと思う。あまりひどかったらママが後でかけ直します。あまりひどいようであれば。前身頃、後ろ身頃は別々ですよ、アイロンかけるの。ちょっとシワ寄ってませんか？気のせい。マジか、ちょっと知らん、もう数回しかかけるからない。そう、後ろもさ、あ、もういいや。これからかけるよ、自分。
え、小学校5年生でこんなにできる自分で後ろぐちゃぐちゃじゃない歯のおかげないじゃん。あやさんの学年はエプロンのボタンを閉めていいんですよね、うん、なんですけど、はやの学年はボタンをやっちゃダメなんです。じゃあ、のが斜めやけど、はい、じゃあ点数をつけさせていただきます。30点です。なんで、あーどんな感じってここね、こことここは非常に良かった。非常に、ただね、こっちかけるやろ。かけたら次は裏いきます。ちょっと裏、裏も同じようにかけます。これな、かけたら今度はこれ、上見て、ほらかけてないんですよ、後ろ。うん、取れないよ。こうやってここだけでかけます。したら上だけかかるやろ、ちゃんとかけて、その首元のところもちょっとずつずらしてやります。あなたは大雑把だから、ここら辺はショートされるかと思って、まあ、案の定ショートされたなと思って見てましたけど、自分の子供が使う分にはいいですよ。よそのお子さんが使うのにさ、ぐっちゃぐっちゃじゃない、困るやろ。味方がなってれば OK。 しばらくで気にしたことないで、後ろはこうやって広げてかけます。こう、あなたは特に女の子だからね、将来旦那さんとかのやつをやらないといけない。いやいや、旦那さんにかけてもらうね。その前にあやさんに旦那さんが来てくれるかどうかがエセ女子やでな。失礼な。少々厳しい点数はつけましたが、表だけかければいいってもんじゃないのでよろしくお願いします。じゃあ次、はやに行きます。イエーイ。お互い思ったらうまくいかんな。だってこれ、ここね、はやはどちらからアイロンかけますか。こっちだな、引っ張られたいタイプだけど、うん、ブブブ。30点はい、ちなみにお姉ちゃんと同じ点数で、なんでかというと、まずこちらはまあいいとしましょう。これはや、まあ、さ、あなたはお姉ちゃんと違ってすごいのは、内側からも前身頃後ろ身頃ともかけました。ただ皆さん気づきましたか、ほとんどシワ伸びてないんです。表面を撫でるようにやってるのでかかってないんです。ほら見て、はや、これ見てみ、これ本当や、こんなシワだらけやったっけ、ママいつも。あなた今のね、男の子は家事ができた方がかっこいいんですよ。感想は、思ったよりかけるのが大変だったことです。はい、気軽に、なんかかけといてよとか言わずに、ちょっとたまにはお手伝いしてください。いいですか。で、ママがさ、アイロンかけたやつをさ、そこら辺にペッペッペッって置くじゃん、あんたら。カバンの中ちゃんと入れなさいって、ちゃんとアイロンかけてあげたでしょって、ぐちゃぐちゃにならないにしまいなさいって言ってるけど、渡すとそこら辺にポイと置くんですよ、はやはやたち。すぐ片付けなさいね。わかった。はい、今回は、あやはやたちにアイロンをかけてもらいました。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。美味しそう。今作っとる。ええよ。出していい？まだ。ちょっと待って、他の子たちがさ。出た。あ、触りたくり。早く
お母さんに怒られるじゃない。はい、しまってください。明日持ってかなかんでね。あ、そっか。そう、だから、カバンなんか入れてくださいね。